このさ、とろっとしたところさ、はい、どうも、リュウジのお兄さん料理です。はい、ということでですね、今回はですね、なんとですね、コラボ相手が来てくれてます。ご紹介させていただきます。こちらの方でございます。休日課長お願いします。休日課長でもございます。あ、もういきなり噛んじゃった。大丈夫です。休日課長でございます。そういうチャンネルなんで大丈夫です。よろしくお願いします。はい、はい、今日はですね、休日課長に、はい、来ていただいて、今回ですね、なんと、はい、休日課長さんが、はい、レシピ本、そうなんです、初のレシピ本を出したということで、はい、こちらですね、はい、はい、褒められるとまた作りたくなる妄想ごはん、妄想ごはん、はい、出版おめでとうございます。ありがとうございます。やっと出ました。はい、そう、僕もね、あの、はい、参加させていただいてるんです。妄想レシピ対決をしておりますんで、はい、いやー、いいですよね、妄想レシピ対決ね。なんのこっちゃってことですよね。ちょっと多分、はい、妄想ご飯で何っていう方がいると、軽く説明していただいていいですか。ニューヨークに住んでる、私は妄想幼なじみ、とも子がですね、日本に帰ってくることになりました。1ヶ月で帰ってくることになって、で、まあ、東京に部屋がない、ホテルに行くのもまあいいんだけども、はい、まあ、どうせ幼なじみの和田がいると、正雄がいる、マー君がいるってことで、はい、僕の部屋に転がり込んできて、はい、あの1ヶ月飯を食わせろっていうことを言うんですけど、そこに僕は答えていく、答えてご飯を作ってる間に2人の恋愛模様はどうなっていくのか。ちょっと待って、小説じゃないですよ。ではなくですね、レシピ本ですよ。小説じゃないですよ。 そう、そのね、はい、まあその家庭で生まれた68のレシピがですね、ここに載ってるわけです。いや、これね、はい、僕も読んだんですけど、めちゃめちゃいいレシピ入ってます。あの、すごくバランスがいいんですよ。いや、ありがとうございます。あのね、妄想力がすごすぎて、はい、1ヶ月全部暮らせるレシピが入ってます。いや、本当にそうっすね。1ヶ月暮らせます、これで。ということで、今回はその妄想ご飯の中から課長がおすすめするレシピ、はい、はい、を作っていただけるということで、はい、今回作っていただくのは何でしょうか。リュウジさんとね、もう妄想対決で作った、はい、あれですね、超速キーマです。超速キーマ、はい、これめちゃめちゃ早いっすよ。早いっすね。めちゃめちゃ簡単。僕見た時に、はい、まあ、これ一回、一緒に作ったことあるんですけど、はい、早っつっちゃったからですね。早いっす、はい、楽、簡単、はい、早っ。フライパン1個で超簡単にできる。超簡単にできます。はい、はい、じゃあこれを休日課長に作っていただきます。お願いします。リュウジのバズレシピ。課長、材料説明をお願いします。はい、はい、やっぱりね、キーマといったらやっぱひき肉、合いびき肉です。はい、はい、で、2人分なんで、2人分、まあ、トモコのと、あ、違いますね、今日はリュウジさんのと、マサオのトモコのでいいです。でね、油、ごま油使います。ああ、はい、なんかカレーにごま油ってなかなか効かないんですよ。バターとかではなく、今回ごま油、ごま油でいきます。で、野菜がなんと、うん、ピーマンと椎茸だけ。結構邪道いってますね。邪道です、多分邪道ですね。僕が大好きな邪道です、ね、カレー愛好家に怒られるんじゃないかみたいな。ケチャップ、うん、ウスターソース、はい、カレー粉、粉チーズですね、最後。あ、じゃあこれカレールーを使うやつじゃないですね。そうなんです、カレー粉を使った。はい、ほー、これはめちゃめちゃ楽しみですよ。こんな感じで作っていきたいと思います。はい、はい、それでは課長にやっていただきたいと思うんですけども、はい、このチャンネルですね、料理を作る前に、はい、まあ、いつもお約束的なものが、課長もね、いつもね、いただいてると思うんですけど、はい、このチャンネルでというか、はい、はい、今回はこちらのハイボールさんですね、はい、はい、ハイボールさんを僕のチャンネルに付き合わせていただいて、あれなんですけども、これ飲みながら、はい、はい、課長飲みながらでも大丈夫ですか。大好きです。大好きです、大好きです。じゃあ乾杯ということで、ハイボールさん、はい、乾杯。いやー、この後の撮影大丈夫かな。ということで、この後撮影がこの後撮影があるんだけども、ハイボール楽しみながらですね、はい、課長に超速キーマを作っていただこうと思います。じゃあ、それではですね、はい、はい、この椎茸からいきましょう。まあ、あの、よくある、はい、椎茸1個です。はい、椎茸1個入ってで、はい、まあ、ちょっと肉厚にね、はい、切っていきます。肉厚、これポイントですか。これちょっと厚めに、はい、厚めに、はい、で、まあこんな感じでね、はい、あ、このまあ四角みたいな、結構あれですね、結構厚めでしょ。もうダイスカットですね、みじん切りとかじゃなくてね、はい、はい、歯応えを残したいんで、こんぐらいの感じ。まあ玉ねぎ入ってないから、ここではい、歯応えちゃんを、歯応えちゃんを出して、はい、で、まあピーマンは、まあピーマンはまあ同じぐらいの存在感で大きさに切っていきます、うん、私、まあ大きめと言いますか、うん、このぐらいかな。おお、ざっくりですよ、ざっくりで。いつも食感やっぱり大切なんで。じゃあ、こう1センチとか 1.5 センチ角ですね、うん、これね。そうですね、1.5 センチ角ぐらい、はい、なるほど。
ど、存在感残してあげてください。下ごしらえこれだけです。もうあとはフライパンです。はい、じゃあフライパンを用意しましたんで、はい、じゃあお願いしていいですか。はい、はい、ごま油を、これごま油というのがなかなかカレーにはもう絶対入れないよ。入れないっすよね。入れないっすね、まあ、香りがいらないだろうみたいなと思うんですけど、ここはねちょっと僕使っていきたいな。でここにひき肉を、ひき肉、はい、結構たっぷりですよ、やっぱね。そうですね、200ぐらいあるんですかね、はい、ここにもう入れちゃいましょう、面倒くさい。もう入れちゃうんですね。入れちゃいましょう。さすが超速ですね。面倒くさい。おお、これでもうざっくりこう、火加減は、火加減もう強火のまま、強火のままで、はい、じゃあ強めで大丈夫、はい、強めで、やっぱ超速なんで、はい、あ、やっぱり超速なんで、ね、超速でやっぱいかないといけないんで、はい。でここにまあある程度色がね変わってきました、はい、今、はい、カレー粉、カレー粉入ります。で、はい、ウスターソースを回しかけて、でケチャップ入れます。ケチャップはなかなかの量が入ります、ね、大さじ2です。大さじ2ですね、はい、これでまあ炒めていきましょう。炒め合わせてね。うわ、いいですね。はい、これで火が通ったんですよ。完成。完成ですか。はい、早くないですか。じゃあ盛り付けお願い。はい、お願いします。結構あのあれですね、あのお肉感がたっぷりな、肉肉しいんですよ。肉肉しい感じで、ルーっぽさはないですね、やっぱりあのカレーなんでね、はい、ここにですねチーズをかけていきたいと思います。雪降らせてください。雪を、トモコとのホワイトクリスマスはい、でここにですね、はい、最後あの緊張の瞬間なんですけど、卵黄をね、はい、入れる、はい、ここで卵黄ですね。トモコ、はい、あー、いいですね、完璧ですね。相手の名前呼びながら言いましょうできました。はい、はい、うまそう。超速キーマ、じゃあ課長の妄想ご飯から。はい、はい、超速キーマ、はい、完成でございます。完成。課長の、はい、渾身の超速キーマできましたので、はい、いただきたいと思います。いただきます。いただきます。ちょっと楽しみなの。じゃあぜひ、じゃあ僕から、はい、じゃあもうちょっと僕は最初からこう卵黄を崩すタイプ。いいと思いますよ、はい、これはね、いいと思います。そう、ほらほらほら、このさ、とろっとしたところさ、これはともこも大満足ですよ、これね。そうなんですよ。はい、じゃあこれいただきます。うまいなこれ。この早さで作ったカレーとは思えない。早いですよね、とにかく。早い、とにかく早い、うん、美味しいです、これは。だ、玉ねぎ入ってたけど全然美味しい。じゃあ僕もいただきます。勝負し全然やってください、これ。僕もね、ちょっと確認ね、うん、トモコに食べさせてよかったのかっていうのがありますんで割りながらうまい。これ美味しいですよね、うん、これすごく美味しいんですけど、うんうん、これあの僕いつも僕、うんうん、あの味変してるんですけど、はいはいはい、これ味変してもいいですか。はい、僕おすすめ山椒とか。あ、山椒、はい、山椒ありますよ、社長。山椒めっちゃおすすめなんですよ、これ。じゃあちょっと行ってください。はい、本当にスーパーで売ってる瓶、はい、のやつ。ちょっと僕もいただきます。いや、これ山椒、カレー山椒、これちょっと中華チックですよ、でもね。そうですね、ちょっと中華チックで。じゃあこれちょっといただきます。はい、行ってみてください。おどうです。うまい。うまいでしょ。これね、意外といろいろ合うんですよ。だから七味も合うし、うん、ブラックペッパーとかも全然合うし、うん、うまい。これこのちょい足しいいっすね、うん、これは美味しい。嬉しい。これはもうね、ともこも大満足ですよ、これは。ともこ、そろそろ現実に現れてほしいんですけどね。もう本当に課長ってもうね、妄想の塊なんですよ、本当普段から。まあ確かにそうですね、はい、だから本当に素のままの課長が、うん、あの現れた、あのいいこの妄想本、ちょっと表紙見せてください。このもうね、素晴らしいこの、あの課長の妄想が随所に散りばめられてるんですよ、妄想がね。はい、はい、そうですよ。なんでこれは見物じゃないんだけど読み物なんですけども読み物としても結構面白いので、はい、ぜひあのもうぜひね、あのレシピもめちゃめちゃ美味しい。今回ですね、レシピ今回ねやらせていただいて、この超速キーマともつのかす汁、あれうまかったね。すごくいい本になってまして、これぐらいもう日常で使えるとパパッとできる、なんか課長のレシピ簡単なんですよ、僕と同じで、ね。はい、多分課長はこれからもこのチャンネル毎回来てくれると思うんで、はい、なのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます、課長。ありがとうございます。
そうですね、あの軽くですね、軽く、軽く、はい、なくなっちゃうんだな。まあご両親が、はい、あのまあ前は東京にいたんですけど、地方の方にちょっとね、はい、ちょっとゆっくり畑でもやろうということで、はい、ご両親も地方に、はい、それ妄想ですよね。そう、妄想です。妄想ですか。